おはようございますすキャプテン・ヤンスのバイブルトークです、えー、今日は9月の3 15日第二歴代史36章で第二歴代史今日で最後ですね最終回ということでえー、ヨシアがね、あのー、戦争に出てって死んでしまって最後今日36章なんですけども王様最後の王様たちがまとめて 出てきますあれですねエホシリーズの知ら手ですね民衆はヨシアの子エホアハズを選んで彼の父に変えてエルサレムで王としたエホアハズは23歳で王となりエルサレムで3ヶ月間王であったこれはちょっとややこしいんですけどちょっと読んでみますねエジプトの王はエルサレムで彼を退位させこの国に銀100タラントと金1タラントの彼を貸したとそれからエジプトの王は彼の兄弟エルヤキムを ユダとエルサレムの王としその名をエホヤキムと改めさせた猫猫はエジプトの王ねえその兄弟エホアハツを捕らえてエジプトへ連れて行ったとえエホアハツエホアハツはヨシアの子ですヨシアの子エホアハツで王様になったんですけど正式な王様になったんですけどもエルサレムで3ヶ月間エジプトがほらエジプトに負けたじゃないですかエジプトに負けてヨシアが殺されてでエジプトが攻めてきてエルサレムで まあ属国みたいにしたんでしょうね。あのー、で王様をお前ダメっつって王様を変えてで重税を貸してエジプトの王の傀儡政権を作ります。でそれはエホアハズの兄弟であるエルヤキム、えー、エジプトによってまあ立てられた王様。でエルヤキムエルヤキムって言ったもう、まあ、いいやあのー。 エルヤキムなんだけどなんで出荷しないけども名前をエホヤキムに変えたとエホヤキムえエホアハズの兄弟がエルヤキムでエルヤキムの名前をエホヤキムに変えたっていうことでこれ英語でやるともっとねややこしいんですけどもえで猫はその兄弟エホアハズを捕らえてエホアハズの本当ねヨシアのこのエホアハズの方は最初の本当の王様の方はエジプトに連れて行かれたとがこれが一つ目ですね、えー でエホヤキムが何をしたかというのはあの詳しく書いてないんですねここではまあいいでしょうでエホヤキムは25歳で王となりエルサレムで11年間王であっただから11年間もいますから結構いろいろなことやってるんですよ、えー、ただここでは書いてない彼は自分の神しの目に悪であることをほうなったことは確かと。でその間に今度はですね 彼のもとにバビロンのネブカデネザルが攻め残っていて彼を聖堂の足かせにつなぎバビロンへ引いていったともうこの,あのユダヤ王国の末期はエジプトから攻められて王様連れてかれバビロンから攻められて王様連れてかれっていう,そう散々なねえ状況なんですけどもでネブカデネザルは主の宮の器をバビロンに持ちたりバビロンにある彼の宮殿に置いたとでもやりたい放題とまあそんな感じで次の王様 エホヤキンは18歳で大人にエリサイムで3ヶ月と10日の間王であった彼は死の目に悪であることを行ったとエホシリーズはみんな死の目に悪なんですけどもでそしたらまたあの寝ぶかで寝たらねえバビロンの方死者を遣わして 主の目にあったたっという器とともに彼をバビロンに連れて行ったこのエホヤキンもバビロンに連れて行かれたそしてエホヤキンの親戚、まあ、兄弟とも言ってもいいんだけどジェデキアをユダとエルサムの王としたとジェデキア最後の王様ですでジェデキアも主の目に悪であるとことを行ったとでちょうどこの辺の話がエレミヤ書とかにねエレミヤとの絡みが出てきてジェデキアもいろいろやるんですねあのー ネネブカデネザルバビロンに反逆するわけですよ結局やる気はある,あるけどもでもそれ神様の見心じゃないだってエレミアはあのもう降参しなさいって言ってる中で「いや俺はやる」って言ってジェデキアは、えー「ネブカデネザルバビロン」に反逆した結果、えー、ここではね13節イスラエルの神主に立ち返らなかった」とあります。主の見心とは違うことをしていたと。 ーで当然ね偶像礼拝なんかもガンガンしてましてで滅びていくということになります。バビロンが攻めてきてもう最終的にねあのゼデキアが最後の王様ということで神の宮山は焼かれエルサレムの城壁は打ち壊されその,の高殿はすべて秀焼かれその中の宝としていた器も一つ残らず破壊されたと。 次その後ペルシアという国がペルシア王が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となったということでペルシアにね負けるまでバビロンの補修にあっていくと。21節これはエレミアによって告げられた死の言葉が成就してこの地が安息を取り戻すためであったその後輩の前期間が70年を満たすまでこの地は安息を得たと。ペルシアの王キュロスの第一年にエレミアによって告げられた死の言葉が成就するために主はペルシアの王キュロスの霊を 古い立たせた王は王国中に通達を出しまた文書にもしたペルシアのキュロスは言う「天の神地は主は地のすべての王国に私をお与えくださった」「この方がユダにあるエルサムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された」「あなた方は誰でも主の宮に属する者にはその神主が共にいてくださるようにその者は登っていくようにせ,ろせよ」ということで異邦人であるペルシアがねペルシアの王様キュロスが これまた別のこところで見てくださいキロスの話だけでね1時間話せますけどもあのとにかく異邦人にもかかわらず神様に大きく用いられて、えー、っていうねそのキロスが出てくるまでの間70年間、えー、こうバビロンの補修に会うとでその70年というのは意味がある、ね、神様の見心であるということで後輩ねその後輩の期間が70年間70年間の後輩ねもう荒れ果てるのがそれが イコール安息だっていう言い方をしてます、えーね、今ちょっと、あのー、見方によってはね今安息の年7年も続いたらちょっと嫌ですけどもあのコロナでね今2年目に入ってますけどもそういう時こそですねこう死に立ち返ってしっかりこうみ言葉をね学び直してっていうそういう時期なのかもしれません7年もいりませんけどね。 で、この中でね「エホヤキン」第二歴代史には書いてないんですけども「列王記」の最後を見るとこの「エホヤキン」だけ特別待遇を受けるんですね。バビロンの王この時はエビル・メロダクかなえー、なぜかバビロンの王がエホヤキンを牢獄から釈放し優しい言葉をかけねあの一緒の間「 王様と一緒にね食事をするようなそういう生活費もみ出したというエホヤキンな不思議なことが起こるえまあそんなことなんですけどもこれ列王記歴代史終わりましたけども先週もあのバイブルスタディ今日もバイブルスタディなんですけどもその後に皆さんにある新約聖書の箇所を読んでもらってますそれどこかと言いますと「マタイの一章 マタこのなんかこう途中でやんなっちゃう系図ですけどもその特に6節から11節まで皆さんよじゃ皆さん読んでください。でその読んだ中で特にね12節バビロン保守の後あ,あ違うね11節バビロン保守の頃ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを生んだということでエコンヤってまたね あのややこしい名前出てくる。でこれこれエコンやこれはエホヤキンのことです。エホヤキン。で。ジェデキアとか出てこないですね。この系図の中にジェデキアよ、あ乗ってます。他の王様はね、マナセとかね、アモンとか、そういう悪い王様さえ乗ってるんですけども。ジェデキアとかは乗ってなくて、エコンや。ね。これエコンやはエコエホヤキンのことで、つまり。 エホアハザもエホヤキムもデデキヤもこの系図には載ってないんですけどこのエホヤキンを通してイエス・キリストの系図がつながったとでそのエホヤキンは何かしんないけどバビロンの王様がに気に入られたとその何かしんないけどのところを説明するのは何かというと神様の計画なんですね。えあれですよアタルヤにねあの殺されそうになった、えー 弱もそうですし、そういうこうねもう本当にサタンによってこのねあの神様の計画イエス・キリストの計画が途切れそうになるんですけども必ずそこでね救いの手があるとえこれがこの聖書のね中を貫いてるえ一本のねこの何て言うかな重要なテーマでもないかと思います。はい、ということでえ歴代史第二歴代史これで終わりました。 え次はまた紙片を挟んでまた新しいとこね行、えー、きますけどもそれではまたごきげんよう。